どうもおはようございます。中野です。2024年6月12日現在時刻は午前8時33分成田空港第一ターミナルにいます。今日はこれから7泊9日のヨーロッパ旅に行ってきます。現在時刻は午前9時8分。ANA さんのカウンターでチェックインが無事に完了しました。それではセキュリティチェックと出国審査に進みましょう。現在時刻は午前9時16分。無事にセキュリティチェックと出国審査を終えて制限エリアに来ました。目の前にはオーストリア航空。60周年の機体ですかね、あれは。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。それでは搭乗します。長時間フライト頑張ります。おはようございます。皆様おはようございます。この便がANA ブリュッセル行き、エコノミークラスのお客様は前の座席の下にも座席に座りました。座席は36-A 機体左側の最後尾座席になります。でこの機体なんですけど基本333の配列なんですよね、エコノミーは。だけどこの左側の最後尾だけ2人座席になってます。なので左側がこういう空間がありますね。なのでね、ちょっと窓は遠いんですけど圧迫感は少ないと思います。大変素晴らしい席です。座席の前にはモニター、結構ちっちゃめかな、そこまで大きいものではないですね。それとリモコンと、その下がテーブルですね。で下にポケット2つかな。機体はボーイング787、ちょっと古めの機体かもしれないですね。足元にはフットレストもあります。でもね、結構機体古いかもしれないですけど足元めちゃめちゃゆったりしているのですっごく楽です。 ANA ブリュッセル行き231便をご利用いただきましてありがとうございます。まずはじめにこの便はロシア空域を迂回する飛行経路のため通常より飛行に時間がかかります。北極の上空を飛行する際衛星と接続ができないエリアを通過いたします。通過中は Wi-Fi サービスは一時的にご利用になれません。 Good morning dear passengers. Welcome aboard ANA Avenbo Star Alliance Flight 2314 Crystalエコノミークラスの搭乗率は8割ぐらいですかね。見た感じは欧米の方半分、日本人半分くらいかな。離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。小さなお子様をお連れのお客様はお子様をしっかりとお抱きください。合わせて一人でお座りのお子様のベルトもお確かめください。 Thank you for waiting. We are now ready for check-off. Please make sure that your seat belt is securely fastened. Thank you.
座席には最初から枕と、これがブランケットですかね、が置いてありました。ブランケットを使うとこんな感じですね。足元までしっかり覆ってくれるのであったかいです。スナックミックスをいただきました。ドリンクはプレミアムモルツをいただきました。お楽しみの機内食タイムです。鶏の照り焼き丼かハッシュドビーフを選べたんですが、鶏の照り焼き丼にしていました。飲み物はまたビールをいただきました。でね、ちょっとオープンしたいんですけれども、今飛行機は結構揺れてるので待機です。なかなか揺れておりますが、オープン。軽いアクシデントが起こりまして、蓋にくっついてたチキンが1個吹っ飛んできました。これですね。まあこんな時もあるさ。それでは改めまして、オープン。おお、チキンが1個少ないですが、こんな感じですね。あと生野菜とクラッカーと、この辺がなんだろう、小鉢的な感じかな。もやしと人参、なんかナムルみたいな感じですかね。と多分これが鴨とポテトサラダかな。それではゆっくりいただきたいと思います。飛行機はまだ相変わらず揺れてますね。食後のデザートでハーゲンダッツもいただきました。クッキー&クリームですね。これは後でいただきたいと思います。とっても美味しいです。このメインの鶏の照り焼きなんですけど、めちゃくちゃいいですね。なんかさっぱりしてる。鶏が一匹飛んじゃったのが悔やまれます。このサラダはまああっさり、まあ多分これシソドレッシングかな。 ANA オリジナルドレッシング、ジャパニーズスタイルって書いてありますね。さっぱりして美味しいです。でこの辺りの小鉢的なもの、いい箸休めになります。すいません、結構ね機内が揺れたり止まったりなので早めの食レポでした。
ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。揺れがちょっと大変でしたけどね。ありがとうございます、ANA さん。食後のコーヒーもいただいたので、これを飲みながら長時間フライトをまったり過ごしたいと思います。してから7時間半ぐらい。今アラスカの上あたりですかね、を飛んでるんですが、軽食でパンが出ました。あと飲み物で取れないオレンジジュースもいただきました。今多分北極の近くを飛んでるんですけど、すごいですね、外。海に氷が浮いてます。今度は氷の大地です。すごいなぁ。ブリュッセル到着の2時間ほど前、お楽しみの2回目の機内食タイムです。和食か洋食選べたんですが、和食の鮭の彩りご飯にしてみました。それでは揚げてみましょう。また吹っ飛ばないようにしないと。慎重に。オープン。美味しそうです。これが真ん中が鮭で、錦糸卵と人参と椎茸かな、と青菜ですね。あとフルーツとヨーグルトで、ちょっと機内がね寒いので温かい緑茶にしてもらいました。それでは美味しそうです。いただきます。とっても美味しいです。美味しいというかね、なんか安心する味。まずこの温かい緑茶が本当に美味しい。冷え切った胃に染み渡りました。あとこの鮭もね、いい塩っ気というか、あとこれからしばらくね、美味しい白米が食べられなくなると思いますので、今ここで思いっきり堪能しておこうと思います。ごちそうさまでした。とっても優しいお食事でした。
will end the service from now on as we conduct heavy duty preparation for landing. Please place your baggage in the overhead compartment or another seat in front of you.ただいまの時刻は6月12日午後5時7分です。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトを締めになったままお待ちください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。飛行機はターミナル B205 番ゲートに到着する予定です。今日もスターライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました。皆様の次のご搭乗をお待ちしております。Dear passengers, we have landed at Brussels Airport. The local time in Brussels is 8:05 p.m. June 12. ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。現在時刻は、ベルギー時間で午後5時22分。ブリュッセル空港に到着しました。まだね、ベルギーに来たっていう実感がまだちょっと足りないんですけど、まあじわじわ感動が湧いてくると思います。現在時刻は午後5時43分。入国審査と預けていたスーツケースを受け取って外に出ました。ベルギー着きましたね。やはりじわじわと感動が湧き上がってまいりました。で、ホテルなんですけれども、まあ、ほとんどの人はブリュッセルに宿を取るのかなとは思うんですけれども、僕らはですね、今回アントワープに宿を取ってます。なので、ここからまずは電車に乗ってアントワープまで向かいたいと思います。ベルギー・ブリュッセル、着きました。